お金で解決できることが 99% なんですよ。ハロー、こんにちは、えつこです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日のお話は、人生をもっともっと好転させたい人へ今すぐやめるべき悪習慣3選というお話をしていこうと思います。で、私たちってもう毎日が習慣でできてるの分かります？なんか本当、習慣って1日のうちの 60% を占めるっていうぐらい、ほとんどが習慣で動いてるんですよね。だからそれこそ朝起きる時間も習慣なんですよ。大体同じような時間に起きて、起きた後何するとか、ご飯これ食べるとか、なんか大体もうルーティーンみたいな形で決まってますよね。で、なんか仕事して、じゃあ家帰ってきて、これしてこれしてこれしてみたいな、で大体何時ぐらいに寝るみたいなね。なんかこれってもう本当になんか習慣っていうか無意識ですよね。だから怖いっていうことなんですよ。で、ここを変えれたら本当に人生って変わるんですよね。で、私なんかは今朝は早起き慣れてきたんですけど、5時とか5時半とか調子よかったら4時半に、ね、起きるようにしてるんですね。で、これをやりだすとやっぱり朝の時間が長く感じて、ということは1日が長く感じるんですよね。で、夜も変ななんかこうダラダラした夜更かしっていうのも前に比べたら全然なくなったので、いや本当に良かったなというふうに思ってるんですね。それぐらいなんかこう習慣をよく変えるだけで、なんか人生が丸ごと変わってしまうっていうぐらい、私は習慣っていうのはものすごいパワーがあると思ってるんですね。でもまあ人間なんで、もちろん良くない習慣っていうのもあるじゃないですか。これを今すぐやめることで、あなたの人生がもうどんどん好転しますよということで、今日はそのやめるべき3つの悪習慣というお話をしていきたいと思います。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話していますので、ぜひチャンネル登録してください。私が今から話すこのやめるべき悪習慣っていうのは、人生を好転させたい、もっと良くしたい、激変させたいっていう方向けなんですね。だから別にそうでもないなと思っている方はそこまで気にしなくていいんですけれども、ご自身がやっぱ物心ともに豊かになりたいって思ってらっしゃる方は、ぜひこの今から話す悪習慣を気をつけていただきたいなというふうに思ってるんですね。ではまずその1つ目、気分が下がる言葉を使うのをやめましょう。こちらは例えばね、しんどいとか疲れた、めんどくさい、それ嫌、好きじゃない、こういうことですよ。で、なんかこういうのって無意識に出るじゃないですか。なんか自分そういうつもりじゃなくても知らんうちに言ってたりするんですよ。まあ、だから習慣っていうか怖いんですけどね。なのでそれをなんか自分はこういう言葉言ってないかな、逆に人が言ってないかなっていうのをちょっと意識してみてほしいんですね。で、このやっぱね、しんどいとか疲れたとか、もうそれめんどくさい、これね、逆に人が言ってるのを聞いて気分が良くなるかってとこなんですよ。で、ならないはずなんですね。ということは、それを言ってる方のとこに自分は痛いと思いませんよね。ということは、自分がもしそれを言ってたら人が離れていくってことですよね。特にやっぱもうすでに豊かな人とか、上を目指している方っていうのは、こういう言葉とかってすごい敏感なんですよ。だからちょっとでもなんかそういう言葉を使ってる人には、あ、ちょっとこの人はって思ってるはずなんですね。なのでご自身がそういう風なね、もう今よりもじゃん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 もうね、レベルアップさせていきたいっていうんであれば、この言葉遣い、マイナスな言葉使ってない方っていうのをちょっと注意していきましょう。そして2つ目、お金に対するネガティブな言葉、これはね、例えばお金がないとか、お金が全てじゃないとか、お金があっても愛の方が大事とかね、お金持ちはろくなやつがいないとか、樽を知るとか、お金はそんなになくてもいいとか、これもねネガティブですね。だってこれってお金さんにめちゃくちゃ失礼なの分かります？例えで言えると分かりやすいんですけど、例えばね、お金さんがね、恋人だと思ってくださいよ。なその人に対してね、あなたが全てじゃないよとか、あなたよりも大事なことがあるとかね、なんかそれっておかしくないですか。だからそれをお金に対して、言ってるんですよ。なんかお金が全てじゃないとか、で確かに合ってるか間違ってるかで言ったら、多分合ってますよね。だって当たり前なんですけど、お金が全てじゃないんですけど、お金で解決できることが 99% なんですよ。だからその 1% の話を言ってるわけじゃないですか。
じゃあその99はどうなんっていうところで、ここを私たち日本人は結構ねしっかりね、なんていうのかな、気をつけていかないといけないんですよ。だからほんまにお金持ちになりたいとか、なんかその豊かになりたいっていうと、絶対その方たちってお金の悪口言わないんですよね。お金があることがどれだけ素晴らしくて大事なものかっていうの分かってるので、そんなこと言わないんですよ。であとね、お金がないっていうのもダメね。でこれ無意識に言ってたりするんですよ。ほんでまたね、友達とかとも同じような友達と大体つるみますからね、みんなが言ってるんで違和感ないんですよ。あなたもないよね、私もないみたいな感じで、なんかもうないことが楽しいみたいな合言葉みたいになってたりして、もうこれやばいですよね。であなたがね、これお金に対してお金持ちになりたいと思ってなかったらいいんですよ。ただお金はやっぱ欲しいし大事やし、やっぱこう自分でね自由な人生を送りたいっていう方はもう絶対このねお金がないはね NG なんですよ。でもほんまにお金ないっていう時もあるじゃないですか。でその時どうするかっていうとね、例えば欲しいものがあるとしますよね。本当にお金がない状態としますよね。そしたら、あーお金ないんですって言うだけやと、もう脳がストップしてるんですよ。なのでその後に、いやお金ないけど、なんとかしてみます、ここなんですよ。そしたらね、脳がバーッとね回転しだして、なんとかねできる手段を思いついたりするんですよ。なんか本当脳ってすごいですね。で思いついてそれを実行してみて、実際にそれが足りるか足りないかは分からないんですよ。ただしその、いやお金ないんですよねでブスッとストップした時よりも圧倒的にご自身が進化されてるはずなんですね。だからまあそこを大事にしていくということで、自分はなんか思考ストップじゃなくて何か行動に移した、この成長がすごく大事なんですよ。ということで、このお金に対するネガティブワード、本当に今すぐやめてください。そして3番目、人のことを構ってる時間、単純になんか、あの人もっとこうやったらいいのにとか、なんかもうあの人がこうしてくれないとか、まあ世間のことでもいいですよ、こんな世の中のシステムおかしいとか、なんかもうそういうことをね構ってるのはねやめましょうってことなんですよ。何でかっていうとね、自分でねコントロールできないんですよ。本当になんかもうどんどん突き進んでいく人とか、まあなんか夢を実現させていく人って、人のこと構ってないんですよ。なんでかっていうとね、その時間がないんですよ。もう自分のやりたいことで、やるべきこと、なすべきことにたくさん時間を費やしたいので、人のこと構ってられないんですよ。で、ね、逆に言うとね、その人のことばっかり考えてるっていうのはね暇なんですよ。でいいんですよそれで。だからご自身で選べるじゃないですか。いや私はね暇ですと、別に豊かにもなろうと思ってないっていうのはいいんじゃないですか。だけど自分は豊かになりたいと思ってるけど、主語が人のことばっかり言ってるってことは、あなたは豊かになれないんですよ。結局他者のせいにしていく人生になっていくので、自分でコントロールできないものに全部委ねてしまうんですね。でそれね、本当に時間の無駄なんですね。本当に今すぐやめるべき悪習慣ということでした。はい、いかがでしたでしょうか。また感想や質問ありましたらコメント欄活用してみてください。今日の動画がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録で応援していただけると励みになります。じゃあ今日の動画のまとめ、人生をもっともっと好転させたいあなたへ、今すぐやめるべき悪習慣3選。はい、じゃあその1つ目、マイナスな言葉、疲れた、しんどい、めんどくさい、それ嫌、こういう言葉ですね。もうこれ本当に運気下げるのでやめましょう。そして2つ目、お金に対するネガティブな言葉、もうこれを言ってるとお金さんは一生あなたの元には来ませんので、お金欲しいなと思ってる方は今すぐやめましょう。そして3番目、人のことを構ってる時間、人のことはコントロールができませんよね。ということで、自分ができることにフォーカスしてやるべきことをどんどん成していく、要は人のこと構ってる時間は1秒もないということでした。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!